格闘技ファンの皆様こんにちは。格闘控室マーシャルアーツニュースのお時間です。ついにパウンド4パウンド1位に選ばれた世界バンタム級3団体統一王者井上尚弥選手ですが、初の渡米戦での対戦相手を務めたスーパーフライバンタム級の元世界ランカーアントニオ・ミエベス選手が5月下旬に井上尚弥選手のことをスポーツ紙にて言及したのでご紹介します。2017年9月9日当時のスタブハブセンターで WBO 世界スーパーフライ級王座時代の井上と対戦し、5回にボディーブローでダウンを奪われ、そのままなすすべなく6回 TKO 負けを喫してモンスターの米国デビューの引き立て役になってしまったミエベス選手。あれから約5年、35歳になった今でも依然として現役を続けているミエベスに、井上対ノニトドネアの再戦が目前に迫った5月下旬、井上の印象、対戦時に見たものを改めて振り返ってもらった。2017年の井上戦で一番記憶に残っているのは、井上は総合的に優れたとてつもないボクサーでした。彼のジャブは想像以上に強烈で多彩だった。フィジカル面も強く、何でもできる選手という印象です。スピード、パワー、IQ を備えており、常にリングを支配していた。世代に一人現れるかどうかという選手でしょう。こんなボクサーはなかなか出てくるものではありません。事前から井上の評判は聞いており、その上で試合を承諾したのだと思いますが、その辺はどうお考えですか？ボクサーにとって最高の選手と戦えることが喜びですから、オファーを受けた時に断ることは考えませんでした。井上は連続 KO を続けていましたが、下の階級の選手を倒しているに過ぎないというのが当初の私の認識。私の方が骨格サイズでは勝っており、彼のパワーは言われているほどではないと考えていました。実際にパンチを浴びてみて、井上選手のパワーはどうでしたか？世間で言われている評価通りでしたね。全てのパンチが恐ろしい破壊力で、軽いパンチは一発もありませんでしたよ。井上選手はパワー、スピードが特筆されがちですが、一方でボクシング IQ の高さも高評価されています。試合中にそれは感じましたか？彼はリング上で何をすべきか常に分かっている感じでした。私が何かやろうとしても、いつでも先回りして準備ができているんです。リング上のどこにいるべきかを察知し、こちらにとって都合の悪い場所にいつもいる印象。いつでもです。距離の取り方を熟知していましたね。ボクシング IQ は本当に高かったと思います。そんな井上に対し、あの試合では事前にどんなファイトプランを立てていたのでしょうか？骨格のサイズを生かし、アウトボクシングで削っていくつもりでした。常に動き回り、彼の射程の外から切り崩すはずだったのですが、井上はジャブを上手に使い、私の行動をいつもコントロールし、パワーパンチを打ち込む準備をしてましたね。結局私はボディーブローで弱らされ、5回にダウン、アウトボクシングでポイントを奪うというこちらのプランは完全に無算したわけです。あの試合であなたが学んだこととは？井上に負けてリングを降りるときに、これ以上のボクサーと自分が戦うことはないと素直に感じました。それほどの衝撃でした。世界最高峰の選手と戦い、たくさんのことを学びました。負けはしましたが、自分は世界最高のボクサーと戦ったんだという自負は生まれました。その経験があるから、あの試合後はより自信を持ってリングに立てるようになったんです。アマチュア、ジムでのスパーリングを通じて、井上はあなたがこれまで戦った中で最高の選手でしたか？ 100% その通りです。アマでもスパーリングでも、あれ以上のボクサーと対戦したことはありません。ローマン・ゴンザレス、カルロス・クアドラス、ファン・フランシスコ・エストラーダ、誰も井上とは対戦したがらなかったわけがよくわかりましたよ。 YouTube のインタビューで、テレンス・クロフォード、エロール・スペンス・ジュニア、そして井上が現在世界最高のファイターだと話しているのを見ました。今でもその思いに変わりはありませんか？井上、クロフォード、スペンスの3人がパウンド4パウンドでも最高の選手たちだと考えています。
あとはサウスカネロアルバレスですかね。最後になりますが、実際に拳を交えたあなたから見て、井上に勝てるとしたらどんな選手なのでしょう。それはかなり難しい質問ですね。井上はアウトボクシングもできるし、距離を詰めても戦える選手ですから、タイプを特定するのは容易ではありません。勝機があるのはノニトドネアのような選手だったのかもしれません。井上が負けることがあるとすれば、パンチを繰り出す際にカウンターを取られ引かされた時、井上との第一戦でのドネアは実際に井上にパンチを当てダメージを与えました。ドネアにはそれだけのパワースピードがありました。ただ井上はそこで深い傷を負い、目を骨折しながら戦い続け勝利するというタフネスさまで見せつけました。それらを考慮すると、やはりバンタム級で彼に勝てる選手がいるとは私には思えません。以上がニエベス選手が今回言及した内容です。ここまで言わせる井上尚弥選手は世代に一人現れるかどうかの突出したボクサーなのでしょうね。格闘控室では今後も格闘家のちょっとしたトピックを取り上げていくので、チャンネル登録をよろしくお願いしますね。ご視聴ありがとうございました。